皆さんこんにちは。さあ今回も始まりました、飯山雄太の沼はこちらですよ、17回目の放送でございます。はい、ということでですね、またね、いつもと違う場所で今回も挑戦企画となっております。そして何に挑戦するのかと言いますとね、もう後ろにね、あの素敵な棚物が並んでますよ。可愛いのがたくさんいろんなの並んでバーッと並んでるんですけども、今回はですね、陶芸教室双葉さんというところにお邪魔しまして、なんと陶芸に挑戦させていただきたいと思います。いやー、どうなるんでしょうね。あの、僕小学校ぐらいかなの、いわゆる校外学習とか言われるやつでね、あの陶芸みたいな、みんなで多分あの美術の授業でやって、最初はね、あのこう理想はですよ、素敵なね、あのこういうねマグカップみたいなね、カップみたいなの作って家でこういうの使うんだなんて思っていたですね。やっぱこう理想と現実の差でございますか。結果的に出来上がったものは分厚い分厚いペン立てでしたね。とっても重量感あってね、あの絶対にペンが倒れること、重たいハサミを乗せても絶対に倒れることのない、とってもね、あの足元のしっかりしたペン立てが出来上がりましたよそんなね、あの不器用な僕ですけども、今回一生懸命教えていただきながら、素敵な何かこうね、まだ出来上がる作るものはね、あの先生と、これから教えていただく先生とご相談して、どんなものを作るのかこれから決めますけども、素敵なものをできるように頑張っていきたいと思います。よし、よろしくお願いします。いただきたいのが、はい、大まかに言うとお椀みたいな形がいいか、コップみたいな形がいいかに分かれるんですけども、コップみたいな形がいいです。コップみたいな形、はい、はい、かしこまりました。はい、じゃあ、 あのこの7色の中からですね、1色選んでいただいて、そちらの色を最後、はい、つけた状態で完成となりますので。わかりました。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速見本見せていきましょうか。はい、はい、じゃあすいません、じゃあ最初ちょっと見本の方をお見せします。はい、そしたらですね、こちら電動ろくろと言います。はい、下にペダルがありますので、はい、このペダルを足で踏んでいただくと、はい、下のろくろ板っていう、この銀の板があります。はい、で最大でこのスピードまでもあるんですけども、速すぎてちょっと作れないので、ゆっくり踏んでいただいて、このぐらいのスピードになっていただければ大丈夫です。はい、じゃあしっかり湿ったら、はい、両手の親指の先っぽで包丁ですね、でギューッと真ん中にへこみを作ってあげてください。はい、おすごい。で大体ですね、今日コップ作りたいということなので、はい、人差し指入れててっぺんと親指の第一関節が男性の方は、まあ、揃うぐらいまで開けていただければ大きなものになりやすいです。それではですね、右利き左利きどちらでしょうか。右利きです。右利き。そしたら親指はですね、どちらでもやりやすい方で構いません。組んでいただいて、右手が上、左手が下、この形になります、はい、でこの形のままですね、右手が中、左手が先ほどの外のへこみですね、はい、に添えます、はい、で中と外から粘土をパクッと挟みながら手を上げてくると、だんだん粘土が大きくなっていくというイメージですね。じゃあ一回ちょっとお見せしましょうか。はい、しっかり中も外も濡らした状態でパクッと挟みます。でこのままですね、手を上にゆっくり上げていきましょう。おお、ゆっくりゆっくり、何があっても上がり続けていただいて、完全に空中までいったらこれで一回です。おお、はい、今ちょっと大きくなりましたね。はい、まあいろんな形欲しいものあると思うんですけども、最初ですね、まあ、こんな感じの湯飲みっぽいコップを目指していただくと分かりやすいかなと思います。はい、うわ、この線めちゃくちゃ綺麗こんな風に入るといいですねまあゆっくりゆっくりね、今日粘土が主役だと思いながら、はい、粘土がある限り撫でたり、ついつい最後の方でですね、この辺で終わりって急いでしまうと先っぽだけブレたりして、まあ、形がね、できる前にまずコップを作っていただいて、もちろんこれでもコップです。そうですね、ここから自分はちょっと丸いコップが欲しいなと思ったら、大きくなった後に利き手で優しく中から押し出してあげると膨らんだりして、おこんなコップができる。すごい。え、先っぽちょっと広げたいなっていうのがあったら、先っぽだけ最後触って優しく広げてあげると、うわすごい。え、先生触ってるの上の方だったのに、この辺もすごい線出てきましたよね。そうですね、ちょっとね、左手で支えながら上げていったり広げていくので、まあ、慎重に慎重にちょっとずつね、形変えていきながら触っていただければ今日欲しいものになると思います。はい、ゆっくりやっていきましょう。はい、じゃあまずはペダルから。はい、はい、
ましょう、はい、先生ぐらいのスピード。まずね、本当にそれでは手と粘土濡らしていきましょう。はい、使いやすいちょっとずらしちゃって。ありがとうございます。それでは粘土触ってみてください、はい、力はまずは一切いりません、はい、上の面も横の面も濡らしてあげるだけです、はい、手と粘土がね、ずれてくるとツルツル滑る感じになると思いますので、この状態をキープするように、もう一回がっつり手をしっかり濡らしてみましょう。はい、で、ここが一番多分今日力がいるところです。ああ、なるほど、はい、蓋開けていってください。なんすごい、なんか見てる感じだと先生のもう魔法のようにスーっていくけど、思ったよりも意外にちゃんと抵抗感あるんで。ありますね、うん、先生の本当にスーっていくから。あ、いい感じですね。もうちょい行きましょうか。はい、はい、OK です。手を離してみてください、はい、あ、いいですね。お、そしたら今度はですね、親指を一番穴の深いところに置いていただいたら、下ではなくて真横にゆっくりゆっくり開いていただくと底ができてきます。コップの底ですね、はい、横にちょっとさせます。で、その時についつい下に力入れてしまうとどんどん深くなって最終的に貫通しますね。はい、ゆっくりいきましょう。一番底に入れてちょっとずつ開いていく。そうです、真横にぐーっと、まあ、押していくイメージで全然構いません。ですかね、うん、OK です。はい、はい、それでは空中で親指組んでみましょう。はい、じゃあ右手が上、左手が下、じゃあそのパクンと挟んで、まずはね、大きくしようと思わないで下から上に撫でる練習を2回ぐらいしてみましょうか。分かりました。下から手をまっすぐ、そうで、てっぺんまでゆっくりゆっくり上がっていけるといいですね。はい、あ、そうか、これのろくろに負けるとそれはそれで流れていっちゃうんだな。そうです、まだ1センチくらい上がってあ、最後で持ってかれちゃうなるほど。最後で持ってかれちゃう原因として、まあ、だんだん左手がですね、この指のここだけで触る感じになってきちゃってるので、はい、もっとペタンと触ってあげてほしいのと、はい、右手もですね、今多分この辺しか汚れてないんです、はい、ただ指が立ってますので、指の腹と腹でペタッと、はい、面で撫でる感じですね。はい、面と面で撫でる、下から送ってって、そう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 、すごくいいですね。ありがとうございます。あー、なるほど、なんか想像してたよりもやっぱちょっとこう絶妙な力加減とで組んでいくから、優しく触って撫でてるだけじゃないんだ。そうなんですよ、力は抜いてるんですけど、しっかり表面を触っといてあげるっていう力を残しっぱなしがいいかもしれません。だいぶいい感じになってきましたね。ああ、そう、本当そうですね。触っててるけど、でも力は入れない、持ってかれないっていう絶妙な場所がきっとあるんですね、力加減の。触ってるだけだとこのろくろのスピードに手が流れてっちゃう。中から組んで、そこか、いいですね。最後、こなして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 、そうです、そうです、そうです。なんか今最後まだちょっと流れちゃいましたけど、今伸びましたしね。はい、やってきましょう。
お、いいですね。そのまま上がっていきましょう。そうなんです。力抜いていただきますよ。優しくやってください。そうそうそう。あ、いいですね。わかりました。ちょっとだけ外出した方がいいかな、これ。すごい、なんか本当に多分一歩一歩が先生の一歩だとすごいスムーズになんかこう一手でズーンって伸びてったのが、もう僕すごい先生の一歩と考えたらなんかもう 0.2 歩ぐらいのスピードで進んでってる感じがする。1回ずつでちょっとしか進まない。この辺が大きいから、はい、もしかしたら横から見て膨らんでるところあるんですか？はい、あります。そこ思ってる倍ぐらい力入れてもいいのかもしれません。わかりました。これ横からここが膨らんでたりとかするので、今ここを頑張って縦に伸ばしていく。あ、ちょっとだけ上がったなっていうのが分かるぐらいだ。でも上がりましたね。あ、今ここがこうなってるよってことを想像しながら、今ここ触ってるんだなって頭の中で描きながらやっていく、うん、でもね、は順調ですか？順調です。ありがとうございます。もうちょっとでこう高さと下の方の太さを、うん、そうですね。まあ、外側は後で削ってしまうので、はい、あの中の形を完成形で OK であれば、はい、外はもう中でなくなっちゃうんですけど、あ、粘土があるってことはそこは伸ばせるってことですね。そうですよね、はい。まだ成長できる伸びしろがある。そうですね。あ、でもなんかなんとなくちょっとずつ仲良くなれた気がするぞ、うん、触るために大きくなってるのでかなり十分伸びてますね。お、お、いいですね。これです。このまま行きたい。やっぱ焦らない、力抜いて大丈夫ですよ。優しく優しく。おお。あ、でも確かに。いきなり 1.2 倍ぐらい大きい。そうですね。あ、でもなんか今の回良かったぞ。